さて、話が急に昔に戻ります。飛鳥時代の末期、701年のことです。飛鳥時代の末期の701年に我が国で初めての本格的な律令である大宝律令ができます。そして、これは大阪部親王や藤原の人たちらが作ったとされています。この大宝律令が作られて翌702年に施行されました。そしてこの大宝律令を修正する形で養老律令が作られました。そしてこれは奈良時代の757年に施行されています。奈良時代は我が国で初めて作った本格的な律令の大宝律令、そして養老律令に基づいてちゃんとした政治が行われてきたわけですね。ところが平安時代に入るとこの律令っていうのはね、そもそも中国の政治制度というのを基本にしてるんですね。でやはりね、外国製なんですね。で外国で作った政治制度を元にしている法律はやっぱり日本に合わないとなってくるんですよ。でそこで平安時代に入ると現実的な政治課題に対して即座に対応できるように律令の規定には入っていないあたあたな役職、まあ、官職ですね、これが月々と誕生していったんです。でこれが律令の外にあるからということで領下の官ですね。でここで注目していただきたいのは養老律令を改正してないんですよ。養老律令はそのままほったらかしにしてるんですね。それとは別に勝手に領下の官というのを作ってるんです。でこの領下の官の一つにあるものがあるんです。それは何か、当時東北地方に存在した恵比氏と呼ばれた人たちの人々を倒すための臨時の約束ですね。それが領下の官の一つとしてあったんですね。はい、征夷大将軍です。征夷大将軍もこんな規定は律令にありません。領下の官です。でこの征夷大将軍というのは当初は確かにね、例えば坂の上の田村麻呂のように本当に恵比氏を討伐するための臨時の役職だったんです。ところがこの征夷大将軍にある一つの重要な権限があった。それは何か、当時都と東北地方とは遠く離れていて連絡手段というのはないんです。そこで現地に赴いとって、例えば兵力が足りなくなった、あるいは食料が足りなくなったらどうするか、いちいち都に帰ってお伺いたと取ったらその間で攻められたら終わりでしょ。ですから現地における税金を集める、つまり徴税権、兵力を集める、つまり徴兵権ですね、これは朝廷とは問題なく勝手にやってもいいと征夷大将軍には認められてたんですよ。でこれがですね、次第にですね意味が変わってくるんですよ。征夷大将軍は朝廷から離れて徴税権や徴兵権を持っているということがいつの間にか東国においては朝廷の意向を無視して勝手に自分で政治をすることができるというふうに変わっていったんですね。でそこに目をつけたのが平家を倒して新たに武家の統領についた源頼朝だったんです。源頼朝はやがて征夷大将軍に任じられて鎌倉幕府を開きます。でこの時にも律令とは全く関係なしで朝廷から政治の意見を奪っちゃったんですね。でさらにその現地から実権を受け継いだ北条氏によってある法律が作られますね。この法律です。別名を上位式目といいますか、御成敗式目ですね。例えば皆さんこの御成敗式目もありますね、有名ですよね。武家の法律としていい、ね、武家の一番最初の法律として有名ですよね。律令が残ってるんですよ。律令とは何の関係もなしで御成敗式目が作られた。つまり本体であれば律令を改正してね、こういう法律を作るべきなんです。しかし律令をほったらかして手を加えずにこの御成敗式目っていうのは勝手に作って、でしかもそれが当時の武家の基本法としてなってしまう。つまり律令とは全く異なる法令が
投資の基本法になるという、いわゆる逆転現象がここで起きてしまっている。